声の山梨県の広報誌ふれあい平成29年7月号ボリューム159をお届けしますなおふれあいは平成27年4月号よりデイジー版も発行していますどうぞご利用ください今月はお知らせが10件ありますお知らせ1県立産業技術短期大学校 オープンキャンパス日時7月2日日曜日午前10時から正午なお8月20日日曜日12月3日日曜日開催予定会場演算キャンパス甲州市生産技術科、電子技術科、観光ビジネス科、情報技術科。内容 学校見学、体験実習、在学生との交流など、申し込み、電話、学校ホームページ。なお、鶴キャンパス、鶴市では、7月30日日曜日、12月3日日曜日に開催予定。問い合わせ先、産業技術短期大学校、電話、0553、32、5201。 ファックス0553325203インターネット山梨スペース三反台で検索お知らせに県立大学オープンキャンパス日時7月29日土曜日30日日曜日午後1時から4時頃会場飯田キャンパス 甲府市国際政策学部人間福祉学部池田キャンパス甲府市看護学部内容入試説明学部紹介模擬講義看護体験キャンパスツアー在学生との交流など申し込み大学ホームページから問い合わせ先県立大学電話 055-224-5260ファックス055-224-5386インターネット山梨スペース県立大で検索お知らせさん成長分野ものづくり企業等合同就職フェア日時7月20日木曜日午後1時から4時 場所、ベルクラシック交付、交付詞、対象、一般求職者、平成30年3月新規卒業予定者、UIJ ターン希望者、内容、求人企業による個別面談、企業説明、各種相談コーナーの設置など、事前申し込み不要、問い合わせ先、老生雇用課、 電話055-223-1562、ファックス055-223-1564、インターネット、山梨スペース成長分野スペース就職フェアで検索。お知らせ4、食中毒に注意しましょう。7月から9月は食中毒が発生しやすい季節です。 食中毒予防の三原則、食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるを心がけ、食中毒の発生を防止しましょう。問い合わせ先、衛生役務課、電話055-223-1489、ファックス055-223-1492、インターネット 山梨スペース食中毒スペース予防で検索お知らせ後町づくり人づくりについて考えてみませんか日時8月25日金曜日午後1時から4時30分会場ベルクラシック甲府甲府市対象町づくりに興味のある方 内容竹田邦信氏竹田家第16代党首と後藤知事との基調対談パネルディスカッション定員500名先着順申し込み7月3日月曜日から8月4日金曜日市町村課ホームページから用紙をダウンロードし株式会社 JTB に申し込み 問い合わせ先、実行委員会事務局、市町村課、電話055-223-1423、ファックス055-223-1428、インターネット、山梨スペース政策研究交流会議で検索。お知らせ6、皆さんのご意見を募集中。 山梨県国民健康保険運営方針素案に対してご意見を募集しています資料は県ホームページのほか県民情報センターや各地域県民センターでも入手できます募集期間7月18日火曜日まで問い合わせ先国保援護課電話055-223-1466 ファックス0552231468インターネット山梨スペースパブコメで検索お知らせ7看護の心体験発表と進路相談会日時7月22日土曜日午前9時20分から12時30分場所山梨県看護協会 交付し対象看護職に関心のある高校生やその保護者一般の方内容高校生などの体験発表県内看護学校の紹介個別進路相談会など事前申し込み不要問い合わせ先医務課電話0552231484 「0552231486」「インターネット山梨県スペース看護の心」で検索お知らせ8森と湖に親しむつどい森林やダムの重要性などを理解していただくためのイベントです日時7月30日日曜日 午前10時から午後3時、小雨結構場所、深城ダム周辺、大月市。内容、ダム内見学、モーターボート乗船体験、小学生対象。木工教室、深城発電所見学など。事前申し込み不要。問い合わせ先、深城ダム管理事務所。 電話0554247062ファックス0554247072インターネット森と湖スペース深城で検索お知らせ QPCB 廃棄物を保管する事業者はご注意を PCB ポリエンカビフェニル含有の廃棄物 変圧器、コンデンサーなどを保管している事業者は、法律により県へ届け出を行った上で、定められた期限までに適正に処分する必要があります。また、県では、自家用電気工作物を設置している事業者を対象に、状況調査を実施しています。調査へのご協力をお願いします。問い合わせ先、環境整備課、 電話055-223-1518ファックス055-223-1507インターネット山梨県スペース PCB 廃棄物で検索お知らせ10合同不動産購買を実施 地地方税納者から差しし押さえた土地や建物の入札・購買を実施します。日時7月11日火曜日午後1時30分から参加資格滞納者本人などを除きどなたでも参加できますが事前に購買保証金の納付などが必要です問い合わせ先総合県税事務所電話 055-2619120FAX 055-2619127インターネット山梨スペース合同購買で検索触れ合い特集号発行アウトドアエッセイスト木村塔吉さんが語る山梨の森林の魅力と大切さ 期待が高まる山梨の養殖魚など、自治会から配布、市町村窓口、コンビニなどにも置いてあります。表紙は、大きな木の根元で笑顔の木村塔吉さんと11人の子供たちです。山梨県の広報番組です。枠時山梨、YBS テレビ、県政情報を紹介。 月曜日午後6時57分から山梨イマジンテレビ山梨今輝いている人を紹介水曜日午後6時55分から山梨インデックス YBS ラジオ山梨の旬な情報を紹介金曜日午後6時15分から再放送は土曜日午前8時20分から 山梨県の広報誌触れ合いは原則として毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http:/www.pref.yamanas.jp に掲載します発行山梨県校長広報課 広報誌触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください。電話055-223-1339ファックス 055-223-1525e-mail k o u c h o 校長アットマーク pref.yamanas.lg.jp 以上で 声のの山梨県の広報誌ふれあい、平成29年7月号ボリューム159を終わります。制作は山梨ライトハウスでした。